浮島十三重石刀本港で開設する十三重石刀は、京都府自治・宇治島側にあって、浮島、浮船の島などと呼ばれてきた人工島の一つである、島の島に所在する石刀である。十三重石刀とは、石造りで十三重構造の相当もしくは、石造りで十三層構造の塔場を意味する。アジア各地に同様の塔が数多く存在し、 日本国内だけでも、かなりの数に上るため、他の同種の石灯と区別して、浮島十三重石灯ともいう。刀工、約15.2メートルの石像、十三重の相当で、石刀場。1953年3月31日、国の重要文化財に指定された。2003年3月14日には、島内納めお気品が、京都府指定有形文化財となった。 浮島十三重石塔は現存する近世以前の石塔としては日本最大である。なお、観光案内などで浮島十三重石塔を日本最古の石塔とするものがあるが、これは事実ではない。石像の総統では奈良時代前期の石塔寺見栄等が日本最古である。石像の十三重総統としては奈良市長瀬町の塔の森十三重石塔が破損は 花はがしいが現存する。奈良の勝ち山最大寺最高などで知られるそう。A ーゾンは、鎌倉時代後期にあたる公安7年、宇治橋の大掛かりな修造を手掛けた。橋が完成する公安9年に合わせて、宇治川の川中島として、大橋の南方に船を模した形の人工島を築き、北条海を修する祈祷道場とした。そして、宇治川で漁郎される。 坂がれいの供養と橋の安全の記念を胸に、同年11月19日、島の中央に大東馬を増留した。王島の立っていた島は、頻発する宇治川の氾濫にもよく耐え、激流にさらわれることがなかったため、いつの頃からか、島を指して、浮島、浮船の島などと呼ぶようになったようである。王島の方は、さすがに、氾濫の被害をたびたび受けて、東北と修復。 再興を繰り返してきた。しかしそれも、江戸時代後期の法歴6年に起こった溝の大氾濫で倒伏した後は、川底の泥サに深く渦漏れてしまい、再興されることはなくなってしまった。1905年に復興が発願されると、1907年、発掘作業が始められ、間もなくして90名の火災死と、僧林以外は発見され、 アクル1908年8月21日、90目の火災士と草林は新たに制作して再建された。その後、元々の90目の火災士と草林が発見されたが、それらは強生寺の庭園に移設された。ありがとうございます。